常年司チャンネルニュースの虎がわかおうということで、今日は怒りのアップロード2本目ということでお届けしたいと思います。人類は戦います、ジョネコナー人類万歳ということで今日は行きたいんですけど、いや、なんでこれ怒りのアップロードしたかというとですね、ちょっとね、最近ね、私言いたいことがあるんですよ。はい、それは何かというとね、アニメね、なんか最近ちょっとね、いや、面白いよ。鬼滅の刃面白かったし、それからまあ最近ハマってるドロヘドロね、よかったよ。バビロンはちょっと微妙だったけどさ、ただね、こう最近このアニメにね、共通するね、問題があるわけですよ。はい、それについてね、ちょっと今日はね、語りたいなと思うんですよね。どんな問題かというとね、まあ皆さんご存知の通り、ね、あ、すいません、その前にそうだ、チャンネル登録お願いしますね。はい、チャンネル登録お願いします。はい、皆さんご存知の通りね、私はもうメカ好きです、はっきり言って。アニメといえばメカといえばアニメというぐらいで、もう座右のアニメね、皆さんご存知ですよね。常年司さんの座右のアニメは、装甲騎兵ボトムズですから。ね、アーマードトゥルーパーかっこよかったですよね。ね、ローラーダッシュとかね。はい、こう、バーターンしたりとか、いろいろありましたけど、ね、ミッションディスクがあったりとか。ああいうのはやっぱね、私好きなんですけど、最近ね、さっき言ったそのドロヘドロも、ね、それから鬼滅の刃もね、それからバビロンも、メカ出てこねえじゃんと。なんでよって。すげえ不満なんですよ。いや、鬼滅の刃面白かったよ。面白かったしさ、まあ、ね、若い人も結構人気あるらしいんですけど、なんかちょっと不満なんですよね。水の呼吸結構なんですけど、なんか要はそれ魔法じゃんって感じなんですよ。はい。それからあと、ドルヘドロあれもろ魔法でしょ？それからバビロンのさ、マガセアイ、あんなの魔法じゃん、どう考えても。で、なんでグダグダな最終回、ふざけんなよと思ったんですけど、まあまあいいです。最近そういうのはすごく多いんですよね。あとまあ、ダーウィンズゲーム、あれはまあネットゲームの話ですけど、でもシギルって魔法ですよね。結局なんかみんな魔法系なんですよね。でね、進撃の巨人ちょっと微妙で、まああれ、アニメかっていうとまああれ漫画ですけど、あれちょっと微妙で、まあバイオ兵器と考えれば巨人がね、まあバイオ兵器と考えればある種ちょっとこうメカ的な要素はなきにしもあらず、まあただバイオですけどね。はい、バイオな感じですけど、まあ風の谷のナウシカの巨神兵になぞらえて考えれば、まあちょっとそういうギリギリ、まあメカじゃねえんだけどな、まあそんな感じで、まあ魔法じゃないです、少なくともね。なんかルールがあって、おそらくまあ古代超古代文明によって作られたか、まあなんかよくわかんないですけど、まあそんな人が作りしものだとおそらくまあそういうオチかなと思ってますけど、わかんないですけどね。まあそう思うんですけど、最近ね、圧倒的にこの魔法が多いんですよ。なぜなんだろうとね、私なりにまあ考えてるんですけど、ちなみにね、一応私の中の分類ですよ。私の中の分類ではね、まあ、いわゆるこう、まあロボットで言うと、スーパーロボット分類ね。いわゆるスーパーロボット系っていうやつね。これ僕子供の頃見てたやつですよ。大好きだったマジンガー Z とかライディンとかね。はい。ライディンの超合金とか全部持ってましたよ。マジンガー Z に至ってのは私ね、ジャンボマシンダー持ってましたからね。すごいでしょ。ジャンボマシンダー持ってたんですけど、あれ絶対ね、ロケットパンチャーで手なくなっちゃうんですよね。まあまあいいや。そう、それぐらいまあ、スーパーロボットも大好きでした、子供の頃。なんですけど、小学校4年生の時ね、やっぱ機動戦士ガンダムに出会って、おっとこう、目覚めたわけですよ。ね。それまでロボットっていうのは、やっぱほら、主人公専用メカがあって、ね。で、まあ敵は絶対一機ずつしか出てこないんですよ。で、戦って、技の名前を叫びながらやっつけると。必殺技の名前ね。ブレストファイヤーとかでドーンやっつけるみたいな、まあこれが基本的にはスーパーロボットだったんですよ。で、ダイタン3ぐらいまで行くとだいぶちょっと進化してたんですけど、ダイタン3の次はどうもガンダムだったんですよね。ちょっとよく覚えなかったんですけど、調べたらそうでした。ダイタン3の次のガンダムからロボットが兵器に変わったんですよね。で、初めて量産型という概念が出てきてね、やっぱり量産型って聞くと痺れますよね、今でもね。ザクは本当にもう衝撃でしたよ。はい。で、そういう、まあ、いわゆるリアルロボットが出てきて、ね、主人公が必殺技の名前を叫びながら攻撃するってことはないわけですよ。アムロがビームライフルとか言ってビームライフル撃ったりしないわけですよね。はい。こういうのが始まって、おお、面白いと。で、そっから、まあ、ザブングルだの、イデオンだのね、いろいろね、あとダグラムだの出てきて、で、それで究極がやっぱ装甲騎兵ボトムズですよ。もう中学校2年生になってましたよね。もうバトリングとかね、最高でしたよね。大体キリコが乗ってるメカがさ、スコープドッグなわけじゃないですか。ね、スコープドッグっていうのは、要はそのメルキア軍の量産型 AT ですよ。アーマードトゥルーパーね。量産型 AT で、まあ、要はザクですよ。メルキア軍におけるザクですよね。主人公がザクに乗って戦うというね。で、しかも、破壊されて乗り捨ててまた次の乗ってくみたいな、もう、これ、画期的ですよね。主人公メカすら存在しないと。
ね、でさらに言うとあの走行機ボトム全部で4編あるんですけど、2編目のね区名編においてはですね、キリコは最新型の AT に乗らずに旧式のマーシードッグというねドッグタイプの AT に乗るわけですよ。これまたすごいですよね。ね、もうこの区名編においてはもうキリコだけが旧作で戦ってるみたいな乗りなんですよ。まあキリコはボトムズの主人公ですよね。これめっちゃ痺れましたし、あとあのまあ、カスタマイズするにあたってもですね、まあ走行板外したりとか。ね、それからミッションディスクってその AT が動くためのこうプログラマがあるんですけど、これを書き換えると。でしかもそのミッションディスクは今でいうフロッピー、今でいうというか昔のフロッピーディスクなんですよね。あれをこうバシャって入れてこうプログラムで書き換えてそんで戦うみたいな、このディテールですよね。はい、これがやっぱなかなか良かったんです。まあでもそういう意味で言うとあのキリコって最後ね異能者だって、特殊異能体だというふうに分かってしまうので、まあ彼ある意味その魔法使い的な要素はあるんですよ。でも魔法使い的な要素もあくまでも AT に乗ってまあ出していくわけですよね。ここがやっぱすごい良かったのかなと。まあ逆に言うとですね、あのボトムズ終わってから大人気だったんで、その後まあオリジナルビデオシリーズが何編か作られるんですけど、まあギリギリ野望のルーツまでがまあキリコが魔法使い化してもまあ許せるかなっていう範囲のところだったと思います。その先ねちょっとね私ねペールゼンファイルズはやりすぎだったかなと持ってまして、ペリゼンファイルズわざわざ私映画館まで見に行きましたよね。もう見に行ったら俺みたいな親父ばっかりですよ9割男もうお前らいつまでボトムズ忘れらんねえなみたいな感じですけど、いや俺も忘れらんないです。ボトムズは本当にいいアニメでした。人生変えたアニメだと思うんですけど、ただねペールゼンファイルズから先はちょっとやりすぎたなと。野望のルーツでギリギリだったんですよ。あの皆さん走行機ボトムズの第一を覚えてます？あの惑星リド、ね、味方の基地への謎の襲撃ですよ、ね、メルキア軍の特殊部隊が、まあ、あそこに いるわけですけど、ね、あのまあ、終戦前の謎の、ね、出撃ですよ。味方の基地を謎の襲撃して、でそこでキリコまだ当時一応設定年齢18歳ぐらいかな、ね、で自分が何起こってるか分かんなくて、その、コニー総長でしたっけ、コニー総長一体何が起こってるんですかみたいな感じのちょっとウブなキリコなんですよ第1話は、ね、なのに野望のルーツのキリコってもうなんかちょっと出来上がっちゃったキリコになってるんですよね。だからちょっとここでタイムパラドックスが生じ始めてて、で野望のルーツ自体はすごくいいあの作品だったんで、あんまりこれ気づかなかったんですけど、ペールゼンファイルズであのさらにそのもうタイムパラドックスが助長されてると。そもそもあのね、野望のルーツであそこ、惑星オドンでしたっけね、名前忘れた、あのレッドショルダーのね秘密訓練基地があるとか、あそこ行く前にもう相当な体験してるみたいな感じになっちゃって、これ何よみたいな、もう相当なこう、タイムパラドックスで、あもうちょっと厳しいなと。まあ、野望のルーツまでですかね。野望のルーツは本当面白かったですよ。トモ食いとかね、もうナイスディテールでしたけどね。まあまあそういう感じで、その魔法使いかっていう点でね、行くと、もうなんかちょっとその AT 金繰り捨てて、もうキリコが魔法使いみたいになっちゃってるのが最近なんですよ。で、これやっぱ最近の風潮かなと思いますよ。あの、冒頭言ったね、ドロヘドロもそうだし、ね、バビロンのマガセアイとか、ね、まあドロヘドロのモロ魔法だしね。ね、それからまあその他、まあいろんなやつもですね、結構なんかちょっと人間が魔法使いになってるような程度よ。すげえ多いの。でね、これおそらくね、私ね、社会情勢の変化なんじゃないかなと思うんですよ。あの、私がそういうアニメ見てたね、スーパーロボットの頃って1970年代でしょ。で、ガンダムが RX78 でもう70年代終わりなんですよ。78年ガンダムですからね。で、70年代終わりかけてこうリアルロボットみたいに変わっていくんですけど、まだその頃ってね、日本ってものづくり全開だったんですよ。もうウォークマンが世界を席巻してるような世界です。もうものづくりといえば日本。みたいな、そういうところで、で、それでまあ、メカっていうものがね、やっぱこう、それなりに重きを置かれていたと、社会風潮的に。だから、あの、ロボットアニメすごかったのかな、というふうに思うんですよね。で、1990年代になっても、まだ日本のものづくりは、まあ、幻想でなく実際にありました。まだ iPod もそんなに普及してないし、ソニーのはね、MD ウォークマンにシフトしてましたけど、これまあ、ね、世界のデファクトみたいな感じでまだなってましたよ。ソニーもまだものづくりの会社ギリギリやってたかなぐらいの感じですよ。だからエヴァンゲリオンはちょっとバイオの要素と魔法使いの要素入ってますけど、まだちょっとメカのディテールがちゃんとしてますよね。で、あの辺からですね、2000年入ってからですよね。やっぱこうハガレンとか出てきてから、まあよくわかんないけども、結構魔法みたいな感じになって、で、なんでこう魔法なのかなと思ったら気がついたんですよ。そう、ほら、あの攻殻機動隊でもね出てきますけど、ウィザード級のハッカーみたいな、ね、こうウィザード魔法使いですよね。ね、つまりこの IT 革命みたいなのが起こって、で、物作るよりも、こう、プログラムみたいなもので、ドーンといってしまう、そのこう、IT のシステムですよね。そっちの方でこう、魔法みたいなことができてしまうので、なんかこう、そっちにこう、シフトしていった結果、このメカ軽視という風潮なんじゃないかなと、ね、それにね、気がついて、どうしても今日言いたかったんですよ。はい。で、これ、ちょっと来週というか、あの、明日か明後日にしようかなと思ってたんですけど、どうしても言いたくて今日撮ってしまいました。まあ、昨日ね、スカイネットにいじめられたこともありますしね。
あでもあのスカイネットっていうのもあの基本的にはあれですよね、 IT 系ですよね、IT の究極進化、まあターミネーターだからあれは80年代から、90年代にかけてのね、最初のターミネーター80年代だったと思うんですけど、あれターミネーターっていつだったっけ、まあいいやいいや、まあ後で調べますけど、まあまあそんな感じで、ターミネーターの、まあ、やっぱ究極進化系、まああの未来がね、まあ滅ぼされてなんとかって、まさにそのインターネットのもう化け物みたいなスカイネットってやつですよね。はい、だからやっぱこのネット優位なのかなと、ネット優位で、まあ、ものづくり軽視なのかなみたいなふうに思いますね。まあまあ、とはいってもね、一応ね、ロボットアニメ多少ありまして、2013年ね、あの水星のガルガンティアという、まあ、なかなかの、名作があります。で、あれね、まあ、いろんなご意見あるんですが、私はですよ、私は、まあ、決めつけてます。というか、もう僕の中ではそういうふうに理解したいです。あれはね、青木水星、SPT レイズナーですね。はい。俺の中でもあれはレイズナーの続編ぐらい思ってます。レイズナー好きだった人いますよね。レイズナーほんとね、あれ視聴率悪すぎて、半分放送終わったところでいきなり最終回を放映して終わるというですね、むちゃくちゃな終わり方したんですけど、あれはもうあの、高橋良介先生ですよ。あの、走行機兵ボトムズを作ったね。あの、高橋良介先生の、まあ、あの、最高傑作に本当はなるはずだった作品ですよね。で、あの、レイズナーの特徴は、あの、確かあれトレイサーって言うんですけどね、あのメカね。あの、トレイサー喋るんですよ。人工知能みたいに入ってて。で、当時ね、その、まだ90年代、まだ80年代か。80年代ちょっとロボット喋るってどうよみたいな感じだったんですけど、今だったらね、OK Google ありますから、まあなんか普通に大丈夫かなと。で、あのトレーサーの大きさがまあ10メーターぐらいなのかな。はい。で、結構その未来からね、別の文明から来てるすごい最強兵器みたいなやつなんですけど、水星のガルガンジアに出てくるね、マシンキャリバーっていうのはもうまさにトレーサーそっくりなんですよ。人工知能で喋るしね。はい。で、それが、そのまあ、人類がまあ随分前に分かれて、すごい遠くで進化した別の人類がそれ持ってくるみたいな話も、あ、なんかすげえこれ SPT レイズナーみたいじゃんと思って、俺はもう勝手にこれはレイズナーの続編だって決めつけて見てます。本当あの、水星のガルガンティアいい作品でしたね。はい。ちょっと久々にこう、うるっとくる、もうメガ好きにはたまらない作品でしたけど、もうあれ、7年前なんですよ。ね。で、あとね、シドニアの騎士ね。これも痺れましたね。よかったですね。もうでもシドニアの騎士以降、本当本格的なメカを、真正面に扱ったアニメってないですね。まあ、シドニア騎士はどっちかというと漫画ですけどね、もう全巻読んで、あの、結末まで知ってるんで、ネタバレしないで言っときますけど、ネタバレやめたいんで言わないですけど、ね、言わないですよ。言わないですけど、シドニアの騎士まだネットフリックスで見れたかな。ぜひね、これもご覧いただきたいな。あと、アルドノアゼロっていうのもありました。あれ何年か忘れましたけど、あれもまあまあ面白かったですね。あれも結構メカ中心の作品で。で、最近ちょっとメカ中心、あとあれだ、なんだっけ。鬼武者じゃなくて、なんだっけな、忘れちゃった。武者系のやつありましたよね。ネットフリックスやってるやつね。まあいいや、それ忘れたけど、まあその4つぐらいかな、最近メカっていうとな。だから、ちょっとせっかくね、ここまでこう、ね、進化してきて、まあ、その、ね、ウィザード的にこう、プログラムみたいなので、もう今言ってますけど、まあ、世の中ね、こう、ドローンとかもこう、ほら、出てきたわけですから。だんだんこうちょっとメカにね、生活にもこうドローン、自動的に動くロボットとかもこう入ってくると、またメカのアニメ復活するかなと思ってね、期待してるんですけどね、どうなんでしょうね。まああの魔法のアニメつまらないとは言えないですよ。はい。面白いと思いますよ。鬼滅の刃も面白かったと思うんですけど、やっぱちょっと自分としてはね、もうちょっとやっぱメカ出てこないと物足んねえかなと。いうことで、まあちょっとすみません、メカ好きの嘆きみたいな感じになってしまったんですけど、これちょっと社会風潮の変化かなと。ものづくりからね。ね、こう IT みたいなそういう流れなのかなと。で、こっからこうドローンへみたいなところでまたメカの時代が来るんじゃねえかというふうに勝手に予想してますので、ぜひですね、あの、アニメだというか、あの、アニメの監督とかね、原作者の皆さん、ぜひね、ちょっとメカ、ね、なんか面白いのをぜひ作ってもらいたいなというふうに思います。はい。ということで、今日の2本目これで終わりにします。ガオー。